タリーだと、どうしても30分の撮影が多いので、アングルカメラを使用して、株式会社テクノネットの営業部の向笠と申します。本日は、ですね、インタビュー1日目ということで、いろいろな方に、こちらの製品を見ていただいているんですが、今回のテクノネットの新製品というか目玉商品となりますのは、こちらにあります、VFEX という新製品になります。こちらはですね、今まで弊社の方で出させていただいておりました VFEXR というシリーズがあるんですけれども、こちらがですね、3D が入っておりまして、どちらも弊社が扱っているのは HDSDI の 製品なんですけれども、こちらの方がですね、今まで今度の 3D というのを全て省いた形で、コストパフォーマンスの方を追求した形の VFEXR のエントリーモデルということになります。こちらのハード上ではですね、ソフトが今までのスポーツコーダー、弊社のソフト、スポーツコーダーをお使いのお客様のものが基本的には 2D だけになるんですけれども、動きます。ですので 3D が必要ないようなシステムについては VFEXS を使っていただくことでコストパフォーマンス優れておりますので、今までスポーツ中継大規模なシステムを組まないとできないと思っていらっしゃったお客様にも、より身近にですね、スポーツ中継の方にチャレンジしていただくことが可能になると思います。ですので、こちらにお寄りの際はですね、ぜひテクノネットブースの方にお越しいただければと思います。ありがとうございます。